藤中正造は、山口県久賀郡有町出身の経済人。保険会社や共済組合の数理コンサルティング会社である、日本経営数理コンサルティングの創業者、会長。柳井高校を経て、東京大学理学部卒業。この時の気候論文、政府のソルベンシーマージン比率公表を考えるが、ソルベンシー規制の転換点に引用されている。 特殊記事保険の設計者、独立系に存在感の中で、アメリカ系国際企業2社と合わせて、日本の3つの代表的数理コンサルティング会社として、社長インタビューとともに新聞にも紹介されている。藤中さんは、第一生命保険の出身。8人のアクチュアリーを抱え、唯一とも言える、国内系のアクチュアリー事務所だ。これまで、約80社あった保、政府。 損保会社の数は小型保険会社とはいえ歴史的に増加する可能性があるというのは日本経営数理コンサルティングの藤中祥造社長国民のニーズを汲み取り国民の利益になる商品の設計に携わっていく日本経営数理コンサルティングの藤中祥造社長は語る保険経理人業務を自宅し商品開発のサポート 産出方法書の作成などに携わる同社は、現在、約30事業者の小額短期保険業への移行準備をサポートしている。日本崩壊議回避のシナリオ共済、ミニ保険のコンサルだけでなく、企業年金の数理計算、M&A 支援などを手掛けているほか、国民年金や国家財政など、公的なリスクについても、解決策を提示していきたいという。米おろ社。 山口県食料の役員名簿に記載されている。ありがとうございます。